はい、では続きまして、アートバトルジャパンという大会が、アートの大会がですね行われてるんですけど、その大会で描いた作品たちをちょっとご紹介します。アートバトルジャパンはジャパンってついてるんですけど、ニューヨーク発祥の、大会で日本に入ってきて、大会が行われてます。この F25 サイズを1人20分間ステージの上で4人ぐらいでこう書き合います。でお客さんの投票で、勝ち進む人が決まるっていう大会になってます。で私3回ぐらい出させてもらってるんですけど、この2つは先日福岡で行われた福岡大会で書いたものです。でこれが最初の、第1試合目の作品になります。でこちらが、決勝ですね。勝ち進んで決勝まで行けました。でこれはですね、最初にこの人型にマスキングテープを貼って、で最初に風景をバーッと描くんですけど、途中でそのマスキングテープを剥がして、でそこから人物に仕上げていくっていう方法を取ったんですけど、そしたらなんと優勝することができまして、はい、で福岡で優勝したので、世界大会の切符を手に入れるための日本代表決定戦に出ました。でそこで描いた作品がこれですね。ちょっと現物が東京にあるのでパネル作っていただいたんですけど、日本代表決定戦の決勝で描いたものです。でその決勝は残念ながらダメだったんですけど、すごくもうやっぱりライブペイントってお客さんの反応も感じられて、すっごいいい経験になりました。はい、でこの時は武井壮さんとかも MC されてて、いろんな人と出会ってですね、すごい思い入れのある作品になってます。はい、またちょっと優勝を目指して頑張りたいと思います。